はい、こんにちは、リホコです。はい、リホコフランス語ドジャルジェ、ベルバラ学園無事卒業いたしました。ということで今日はこちらのスイッチのベルバラ学園のお話をしていこうと思います。発売日が5月の23日発売で、想像以上にね面白くて、本当に寝る間を惜しんでプレイしてのめり込んでたので、3日間ぐらいで一応プレイ終えたんですけど、多分ねボリューム的には休日とかだったら朝早く起きて夜中までやれば1日で終わるんじゃないかなってくらいのボリュームでした。結構ねサクサクゲーがやりたいと思ってたので、私的にはボリュームちょうど良かったなって思います。という感じで今回はベルバラ学園のお話をしていきます。ベルバラ学園の簡単なお話ストーリーなんですけど、まあ、主人公のめちゃくちゃドオタクな山田オスカルちゃん、オスカルっていう名前はヒロインちゃんのお母様、大女優のお母様がベルサイユのバラのファンで子供にオスカルっていう名前をつけたんですけど、まあ、オスカルちゃんはねその名前をねちょっとコンプレックスだったりとかっていうのもあるんですけど、そのね山田オスカルちゃんがみんなの憧れのベルローズ学園に入学するところから始まります。なので今日から入学式だ、ワクワクドキドキみたいな感じの学園もの特有のあれを味わうこともできます。そのオスカルちゃんがすごいドオタクで、ずっとね大好きな漫画のキャラクターのヒカル様っていうキャラに恋してるんですけど、その入学式でもう一人のオスカルと呼ばれる牧のぞみさんの演技を見て心打たれて、もちろん女ですの演技を見て心を打たれて、劇団のルミエールに、まあ、部活なんですけどに勧誘されるところから始まります。ただのオタクだったオスカルちゃんが演劇部に入部してどんな才能を発揮していくのか、またいろんな人と出会ってどう恋愛していくのか、どういう絆をね育んでいくのかっていう感じなんですけど、これはねかなり青春ものっていう感じでしたね。糖度が高いかって言われると、まあ、糖度はねセロ B なので、まあ、低めなのかなと思うんですけど、低いからって物足りないとかじゃなくて、かなりね青春の度合いが熱々でね、プレイしててもすごいこっちがね燃え上がっちゃうところがあったので、その糖度の低さとかはそんなに気になりませんでしたね。このねベルバラ学園の他のゲームと違うなっていうところは、乙女ゲームなのでヒロインが男性の攻略キャラに恋愛していくっていうのはもちろんなんですけど、そうじゃなくてヒロインと女友達の友情エンドがあったりとか、その友達の恋愛を見守るっていうエンドがあるんですけどね、それがね結構良くて、プレイする前は自分が気になって攻略したいと思ったキャラを友達に取られるって感じたのかなと思って、ちょっと自分がねどういう気持ちになっちゃうんだろうっていうところがねあったんですけど、実際にプレイしてみてそんな複雑な感情とかは特に抱かなくて、むしろ本当におめでとうって心から思えるようなエンドでした。大まかなシナリオが2個に分けられてて、そのねベルバラ学園が芸術家っていうお金持ちの学部と、普通科山田オスカルちゃんとかがいる本当に普通の学部と2種類に分かれてまして、オスカルちゃんはヒロインのオスカルちゃんは普通科になっております。でその演劇部っていうのもその2つに分かれてて、その芸術家の方のソレイユっていう方と普通科の方のルミエールの2種類に分かれてるので、ゲームのねストーリーも大まかな感じで2個に分かれてます。簡単に言うとオスカルちゃんがルミエールに入部するのかソレイユに入部するのかっていうところでお話がね大きく変わっていくんですけど、その演劇っていうのと学部とかがね2個に分かれてるっていうので、乙女ゲームのねクランクインとちょっと被るところがあるかなっていうのは思ったんですけど、これ私ツイッターでも書いたんですけども、クランクインの演技っていうのはすっごい青春なんですけど爽やかなんですよね。色で言うと水色、もうほんと涼しさがあって、もうシーブリーズみたいな涼しさがあるような青春なんですけど、ベルバラ学園の青春の色っていうのは本当に情熱の赤で、もう真夏の中のバーベキューとか灼熱の太陽の下で結婚される運動会みたいな、それくらい熱い青春の色っていう感じを感じられました。まあ、でも2個に大まかに2個に分けられてるっていうのはクランクインみたいな感じと思っていただいて大丈夫かなって思います。ほんとエンドが10種類あって、正直半分くらいはヒロインとのエンドではないんですけど、でもやっぱね一生懸命ヒロインちゃんがね手助けしたり応援したり、一生懸命な姿にすごい心打たれるなっていう感じでした。なのでエンド もう他人の恋愛を見守るっていうよりかはもう3人のエンドって感じですね。3人で一つの絆を築いていくっていう感じのエンドかなと感じました。特に私がプレイして良かったなって思ったのはダブルオスカルエンドですかね。これは友情エンドになるんですけど、友情よりも強い絆を感じれたし、ベルサイユのバラのオスカルもそうなんですけど、ゲームの方のオスカルも女の子なんですけどね、男の子みたいに育てられてきたのでちょっと男っぽいかっこよさがあるので、女の子なのにすごいときめかされたりとかそういうのもありましたし、このルートが一番ベルバラ学園らしいルートだったんじゃないかなって思います。
演劇とかも、あとはですね、良かったなと思ったのはやっぱりね、オスカルとアンドレ、このエンドがすっごい良かったですね。ベルバラ学園をプレイするにあたって、私ベルサイユのバラをね、今まで読んでこなかったので読もうと思って読んでプレイしたんですけど、もちろん原作をね読まなくても全然全然楽しめる作品にはなってるんですけど、読んでからプレイするとそのオスカルとアンドレの関係性とかも分かった上でっていう感じになるので、結構原作のやっぱキャラとゲームのシナリオとかキャラ設定とかをね絡めてるところがあって、そこでね結構うるうるくるところとかもありました。その原作では結ばれなかったはずのキャラクターたちがゲームの中では思いをね通わせることができたりっていうことが味わえるので、これはベルサイユのバラ好きな乙女ゲーマーさんとかだったらすごい楽しめるんじゃないかなって思います。セリフとかがね、結構ベルサイユのバラのセリフとかがちょいちょい出てきたりとかもうするだけで、あ、このシーンこれだ、あ、このセリフってあのシーンのセリフだとかなったりとか、あとはベルバラ学園のちょっと外れたところにプチトリアノンっていう建物があったりとか、これってってなったりとかもしましたし、そこに謎の少年シャルルっていう男の子がいたりとか、それもね原作読んでるとおっていう驚きとか楽しみとかが味わえるんじゃないかなって思います。で、ベルバラ学園はね乙女ゲームなんですけども、個人的にすっごい面白くて、本当に睡眠時間削ってプレイできたんですけど、逆要素もだし、やっぱね頑張る姿に心打たれるっていうのもだし、だけど乙女ゲームとしてすごいときめきを求めてる方とかには多分物足りないと思います。ただ学園ものでサクサクしてなんか一生懸命頑張る姿とか、アニメ見る感覚でゲームしたいとか、そういう方には本当におすすめですね。泣くところもありました。私結構家族系とか弱かったりするので、それで泣いちゃったりとか、あとはヒロインちゃんがね同宅なので、ヒロインちゃんと攻略キャラのルートとかに入るとやっぱ攻略キャラもオタクって分かった上でっていう感じになるので、なんか他の乙女ゲームプレイしてて私リアルで恋愛したいなってあんまりね最近思わなかったんですけど、ベルバラ学園ねプレイするとオタクでも恋愛できるんじゃないかなってちょっと錯覚に陥っちゃったりとかもしました。なんか目標に向かって頑張る姿とか、そういうのをなんかこの3日間で感じましたね。やっぱ普通に仕事をしてるだけだとそんなに目標もなく、ただゲームするだけで生きてるんですけど、なんかまた部活とかやりたいなって思いましたね。このサクサク感でこれだけのシナリオだったらかなり面白いんじゃないかなって思います。キャラもいいしね、ときめき要素もねちゃんとありました。結構ギャグに全振りしてるのかなとか思ったんですけど、ギャグ要素とかもあるんですけど恋愛要素とかもしっかりあったので、ちなみにねときめき一発目はね江藤くんでした。キャラの中でも江藤くんかな一番好きなのは。でもね一番ねときめき回数が多かったのはアクセルかな。アクセルとユウさん、ユウさんね私そんなにプレイ前は気になってなかったんですけどね、ユウさんのルートすごいなんかオタクだったら絶対好きだと思う。いやどうだろう、わかんないですけど私はすごい好きでした。なので恋愛面としてもベルバラ学園は楽しめました。大体プレイ時間はワンルート、最初は6時間くらいかな、6時間くらいで、であとは選択肢スキップとかもあったので結構スンスン進んで、2時間くらいかな、大体ワンルート2時間くらい、1時間半2時間くらいで結構すんなりプレイできました。なのでなんかねすごいときめきを求めてる方向けっていうわけじゃないですけど、青春をね味わいたい方とか、あとは友情エンドってなんだろうとか、人の恋愛を見守る乙女ゲームってなんだろうって思う方とかはね、ぜひね体験版もあるのでそちらを先にプレイして面白かったりとか気になるなって思ったら、ぜひねこっちもねやってみてほしいなって思います。これはね本当に面白かった当たりですね。これははい、個人的にピエールスメラギさんのマークスとラビアンローズ先生のアハンが好きでした。はい、じゃあ今日も以上になります。今日も見てくれてありがとうございました。失礼いたします。